おはようございます。釣り子 TV です。ちょっとね、頼んでいたあるものが家に届いたんで、早速ね、開けていきたいと思います。まあ、こんな感じのちょっと大きめな段ボールに入っているんですけども、はーい、開けて、こんな感じのケースに入ってますね。じゃあ、ね、ちょっと出していきますね。はい、じゃじゃーん。おっと、いろいろ落ちてプチプチいってますけども、ライトですね。こんな感じの、イカチー感じのライトね。これがね、いろいろね、ネットで見た感じ便利そうだなっていうことで、このちょっとね、いろいろ置き方が固定できるよっていうね、こういうライトなんですね。あれ、これ電池は、あ、大丈夫か。おお、結構、うわ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 、眩しいねえ。はい、こんな感じのライトですけども、これが何ぞやということでちょっと見ていきたいと思います。ちょっと眩しいから消しますね。はい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 、消えた。これがね、ワークライトですね。で、夜釣りの時とか、あとはレンタルボートなんかをまだ朝準備してる時、薄暗いですよね。そういった時に、使える携帯用のライト。まあ、ヘッドランプとかでいいんですけども、便利にその場所に置いたりできたりするといいなっていうことでね、こちらのタイプのものを選んでみました。こうやって見るとでかいんですけども、最初入っていたので見るとね、ほんと、全部畳むと、こんな感じ。ね。で、マグネットがついていて、こう、例えば、ドアを開けてその上につけたり、まあ、ここでぶら下げたり、で、片側をこう、照らしたり、まあ、両方でパワフルに使ったりっていうね、こういったいろいろな用途に使えるですね、ライトですね。まあ、一番はこう、床に置いた状態でね、この置いた状態で角度が調整できるなっていうの、ここがね、すごいいいなと思って、まあ自分の場合YouTube とかもやっているので、それでこう、撮影の時に、まあ魚が釣れた後とかね、結構強めの明かりが欲しいなっていうことが多いんですよ。そういう時に、こう、ポンと置いて、もしくはぶら下げて、その照らしてくれるライト、もちろんあとはね、普通使いではこう作業灯としてね、使えるかなと思うんですけども、結構ね、明るいんで、一回ちょっとね、部屋を暗くしてみてちょっとつけてみたいと思いますね。よいしょ。はーい。放送事故みたいになってますね。真っ暗ですが、やってますよ。で、じゃあ早速つけてきますね。いかーん、この明かりねえ、ちょっとこれちょっとした撮影なんかでもね、全然使えちゃう光量でしょねえ。これいや、思ったよりパワフルだからいいなね。こんな感じのライトなんですね。で、どっかに置いたりとかぶら下げたりとかね、自由自在で、そこからこう角度を変えてね、天井灯みたいにして使ったりとか、こう立てかけて使ったりとかね、いろいろできちゃう。で、あとはこの後ろにですね、ここにUSB コードをね、つなぐところがあって、ちょっとしたモバイルバッテリーとしてもね、使えたりするんですよね。だからまあ最近ね、ちょっと怖いですね、地震なんかがまたね、ちょっとあったりするんで、そういう時用にもね、家にね、この手のライトをね、ちょっと置いておきたかったってのが、ちょっと眩しいんで、こっち向けときますかね。はいはいはい。そんな感じで、こういったライトをね、手に入れてみたんで、よかったらこういうのだよっていうね、リンク先説明欄かなんかに、ておくので、まあ、この手のライトね、いろいろなタイプがありますが、まあ、釣り子 TV の方ではね、ちょっとね、これを、入手してみて、今年2022年度は、いろいろなタイミングで使ってみようかな、なんていうふうに思います。ちょっと眩しいですね。で、消すと、こんな感じ。
ね、でダブルでついてるバージョン、片側バージョン、もう片側バージョン、ショートね、こういう感じで使えますんで、ちょっとね、気になってる人はぜひね、説明欄からリンクに飛んでみてください。でちょっとね、説明書の方を見てきますね。 USB 充電式 LED 投光器、取扱い説明書ということで、明るさですね、約3000ルーメン、2つつけてる場合3000ルーメンですね。1灯の場合は1500ルーメンということで、満充電だとですね、約5時間照らすことができます。で重さがですね、約 560g っていうことで、USB ケーブルね、これで、充電してくださいなんていう風に書いてあります。まあそれぐらいしか書いてないですけども。でちょっと一回普通の、室内灯に戻しますね。はいはいはい、戻ってきました。でここなんですけど、ここを開けるとですね、充電の、口と USB の、ところがあるんですけども、ここにですね、このUSB 挿すじゃないですか。はい、挿しました。そうするとね、充電できちゃう。これ重要だなっていうね。まあ普段ね、朝夕は、釣りの準備の時に使って、昼間はね結構こういう携帯のね、充電なんかにね、使って、まあ実際にこれの明かりを使う時ってね、ほんのちょっとなんです。そういった時はね、こういうね充電ケーブルにね、して使えたらいいなーなんてね、そういった目論見もあってこのモデル選んでみました。はいね、いいね。はい、というわけで本日の釣りコー TV はこちら、USB 充電式 LED 投光器、これをね、ネットで入手してみたいって、こういった動画でした。はい、釣りコー TV でした。また会おうぜ。